鈴鹿10時間耐久レースは、1966年から鈴鹿サーキットで開催されている耐久レース。文字通り10時間の間に周回数、走行距離を競う耐久レースである。旧称は鈴鹿 1000km。当時は約 1000km を走行する耐久レースとして行われていたが、2009年から2011年の間の未距離を短縮して開催していた。 レース終了後恒例の打ち上げ花火鈴鹿8時間耐久ロードレースと共に夏の鈴鹿を代表する耐久レースの一つ。もともとは1966年に鈴鹿サーキットが立ち上げた鈴鹿 500km、鈴鹿 1000km、鈴鹿12時間の参戦からなる鈴鹿耐久レースシリーズの一戦として1966年6月に初開催された。 オイルショックの影響で1974年から開催を中断していたが、1980年8月に7年ぶりに第9回大会を開催。これ以降、8月開催が定着した。1981年より国際格式レースになった。1983年から1991年までは全日本対級選手権の一戦として開催されるようになる。 1992年には、スポーツカー世界選手権の一戦として開催されるが、出走台数は11台と過去最低を記録した。スウィックは1992年で消滅したため、1993年は単独イベントとなる。以降、1994年から1996年は、BPRGT シリーズ、1997年、1998年は、 FIA GT 選手権の一戦として開催される。1999年から2005年までは、再び単独イベントとして開催。全日本 GT 選手権の GT500 車両及び GT300 車両、スーパー耐久車両、国際 GT 車両などによる混成レースだったが、この期間のすべてで GT500 のマシンが総合優勝している。2006年からは、 スーパー GT の一戦として開催されることになった。スーパー GT は基本的に2名のドライバーで参戦するが、通常戦より長丁場になる。このレースは3人目のドライバー登録が認められており、国内外の有名レーサーがスポット参戦する。また2006年と2012年以降はボーナスポイントが加算されるなど、スーパー GT シリーズの中でも特殊なレースである。 1994年より、ポッカコーポレーションが冠スポンサーとなり、インターナショナルポッカ 1000km 耐久レース、ポッカインターナショナル 1000km 耐久レース、ポッカ 1000km エンデュランス、鈴鹿の名称で知られるようになる。1999年から、インターナショナルポッカ 1000km に変更した後、2013年、ポッカの経営統合に伴う、 社名変更からレース名称がインターナショナルポッカ札幌 1000km に変更された。なお、2009年から2011年はレース距離が短縮されたためレース名称をインターナショナルポッカ GT サマースペシャルに変更している。2009年から2010年は約 700km に短縮され、2011年は3月11日に 発生した東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所での事故による全国的な電力不足問題の影響から夜間走行を控える目的で 500km もしくは18時半を過ぎた段階でレース終了とさらに距離が短縮されたこのため2011年は第3ドライバーの登録が認められなかった2012年 4年ぶりに距離を 1000km に戻して開催された。2014年からは、ポッカ札幌が冠スポンサーを外れ、インターナショナル鈴鹿 1000km と名称を変更。スーパー GT のスケジュール変更に伴い8月中旬の第5戦から同月下旬の第6戦へと移動した。レース距離は 1000km173 周、12時30分の レーススタート時刻から6時間が最大延長時間のため2012年以降も夜間走行は行われていない。また鈴鹿サーキットでのビッグレースでは恒例となっている土曜日夜の前夜祭りでは一時期一部のチームがマシンに電飾を装着して走行しどのマシンが美しいかを観客に投票してもらうミラクルナイトセッションなる催しも行われていたが こちらも2011年以降は行われておらず、ドライバーやチーム監督のトークショー等がメインとなっている。鈴鹿8体と同様、レース終了後には花火を打ち上げるのが恒例となっている。2017年の第46回大会を最後に鈴鹿 1000km としての開催を終了した。2018年からは発展させる形で、 スーパー GT などを主催する GT アソシエーション、ブランパン GT シリーズなどを主催する SRO モータースポーツグループの協力を得て、インターコンチネンタル GT チャレンジの一戦として、サマーエンデュランス鈴鹿10時間耐久レースの開催を決定、スーパー GT の GT300 クラス FIA、GT3STX などの世界中の GT3、車両が、 一堂に会する GT3 世界統一戦として開催されている。この開催に伴い、鈴鹿サーキットにおけるスーパー GT の開催については別途日程や距離を設定した上で開催されることになる。なお2020から2021年は COVID-19 の影響で中止が発表されている。出展、2017オートバックススーパー GT ラウンド。 646インターナショナル鈴鹿キロメートル、公式プログラム96から126ページテレビ中継については JSPC 時代は1週間遅れでテレビ東京系列で録画放送があったスポーツカー世界選手権の一戦となった1992年から1997年まではテレビ朝日系列で当日深夜に録画中継が行われていたまた 1998年は名古屋テレビが東海ローカルでヨーロッパで放送されていた TV 中継をオリジナルのままで約2ヶ月後の深夜に放送したこともある。1999年と2000年はテレビ東京系列で9月に放送した。スーパー GT 時代はその中継の一戦として BS 放送の J スポーツで スタートからレース終了まで生中継されていたほか、地上波の激走、GT、フジテレビスーパー GT コンプリート、スーパー GT でもダイジェスト放送が行われた。鈴鹿10時間耐久レースでは、テレビ大阪が番組制作を行い、BS テレビ東京がスタートホールシーンの生中継を行う。2019年大会の模様は、僕らは、 真夏の鈴鹿を駆け抜けた10時間耐久レースの記憶のタイトルで9月7日16時17時15分にダイジェスト放送され、剣道小林がナレーターを担当した。2014年は大会協力、2015年は完全にスポンサーを降りた。ただし鈴鹿サーキットへの支援は続けている。2015年は降雨により、序盤のレースペースが低調だったため、この 6時間ルールが適用された。プレスリリース。2013オートバックス。スーパー GT ラウンド5第42回。インターナショナルポッカ札幌 1000km 開催概要。及びチケット発売のご案内。モビリティランド。 https://www.mobilityland.co.jp:/presrom:/suzka:/2013:/05:/05:24 スパーグッド。pdf2021 年6月2日閲覧。2012スーパー GT ラウンド後、決勝レース距離決定について、モビリティランド。 H. T. T. P. S. コロンスラッシュスラッシュ W. 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 M. O. B. I. L. I. T. Y. L. A. N. D. C. O. J. P. スラッシュ P. R. E. S. s R. O. M.。スラッシュスズカスラッシュ二零一二、スラッシュ零一、スラッシュ零一一八。S. U. Z. U. K. A. G. T. P. D. F. 二零二。一年六月二日閲覧。二千十八年鈴鹿での新レースイベントの開催について。 モビリティランド、https コロンスラッシュスラッシュ www.mobilityland.co.jp スラッシュ pressr oom スラッシュスズカスラッシュ2017スラッシュ03スラッシュ0304ニューリス。pdf 2021年6月2日閲覧。ab 鈴鹿十10時間耐久レース開催中止について。 モビリティランド、https コロンスラッシュスラッシュ www.suzukacircuit.jp スラッシュ101スラッシュ c a n c e l l a t i o n スラッシュ2021年6月2日閲覧鈴鹿10時間耐久レース、放映決定のご案内。 モビリティランド、https コロンスラッシュスラッシュ www.mobilityland.co.jp スラッシュ bre ssr oom スズカスラッシュ2018スラッシュ01スラッシュ 01130hpdf2021 年6月2日、閲覧。鈴鹿十10時間耐久レースに関するカテゴリー。ありがとうございます。